それでは今日はリスニング、聞き取る力を身につける具体的な方法、これを言ってみたいと思います。元四角講師が分かりやすく説明しますからね。皆さん、いつもであればホワイトボードを使って解説をした後、皆さんにノートを取っていただくという前提で喋ってきました。ただし今回はですね、スクリーンショットで大丈夫なように喋っていきますので、リラックスしながら聞いていただけるとよろしいかと思います。皆さん、リスニングの力を身につけると言われたら、まずは音読だ、何はともあれシャドウイングだでいいんですが、ちょっとその前にやることがあるんですね。ということで、 A、 音源を聞きながら音読する前に、丸一番、問題集などの英文、まあいわゆるそれはスクリプトと言われるものですが、それを皆さんの方でご用意していただけるとよろしいかと思います。もちろんその問題集には CD が付いていたり、もしくはダウンロードできるものですね。で、実際読まれる英文を、まあ私はこう用意いたしました。で、著作権の問題もあるかと思いますので、大学入試センターのホームページからダウンロードしました。ですから実際のホームページで公開されているものをちょっと題材に行ってみますね。さあ皆さん、あーをご覧ください。第1文目を、黙読。画面上にスクリプトを映し出しますので、皆さんも黙読していただけるとよろしいかと思います。そしていいですね。その読んだ英文を頭の中で和訳。私は あなたの誕生日パーティーに明日行きたいと思ってます。なんだけども私はするべき仕事がたくさんある。みたいな感じですね。で、皆さん、その和訳したものが合ってるかどうかを訳例と照合。もちろん間違って解釈しても意味がないですからね。当然これは長文読解にも影響を及ぼしますので、しっかり和訳していただけるとよろしいかと思います。で、そういうものを第2文目から最終文まで同じことをやっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、この段階で和訳が大体頭の中に入ったという前提で、今度は丸に第1文目からゆっくり丁寧に音読ですよね。ただ皆さん、その時に気をつけてほしいのは、I'd love to go to your birthday party tomorrow, but I have a lot of work to do. と読むのはいいんですが、頭の中で意味を考えていただきたいんですね。つまり英文を読みながら意味を考える、同時に2つのことをするので、最初はゆっくりでいいですからね。ですから I'd love to go to your birthday party tomorrow, but I have a lot of work to do. と読みながら、私は行きたい、あなたの誕生日パーティーに明日なんだけども、たくさんのするべき仕事がございますというのを考えながら音読をする必要性があるんですね。でもさ、それをしないとただ口を回してるだけですからね、効果は半減してしまいます。たださ、それをゆっくり丁寧にやってると、まあ、つまり3番ですね、2を複数回繰り返すと、まあ、もちろん同じ文章を5回から10回、そうすると皆さん意味をだんだん覚えることになるので、意味を考えなくても理解できるようになるんですね。ですからイメージしていただきたいのは I love you、 これをいちいち私はあなたを愛していますで訳さないと理解できないかと言われたら、皆さん、I love you は I love you ですよね。つまり、I love you と聞いた瞬間に意味取れますよね。私はあなたを愛している。で、皆さん、必ずそうなるので、ここは焦らず落ち着いて、同じ文章を繰り返し音読していただきたいと思います。で、実際に音源聞きながら音読するのはこの後ですからね。ということで、皆さん、スクリーンショットをお願いします。さあ皆さん、今度は音源を聞きながら音読、その段階に行ってみたいと思います。さあ丸一番、最初は英語を見ながら音読、一般的にはオーバーラッピングと言われております。で皆さん、音源が流れてるとイメージしてくださいね。で、それに合わせて I'd love to go to your birthday party tomorrow, but I have a lot of work to do。 ただ皆さん、あーの部分です。やっぱりここでも意味を考えながら行っていただきたいですね。つまり何も考えずにぼーっと口を回すだけでは意味がないですからね。ただ皆さん、標準速度で流れてくるものをですね、聞きながら口を回してもですね、多分最初口が落ち着かないと思います。つまり滑らかに発音できないと思います。ですから最初は 0.5 倍速から初めて速度を徐々に上げていくのが賢明ですね。つまり 0.5 倍から始めて 0.6 倍、それで口が回るようになったら 0.7 倍、で口が回るようになったら 0.8 倍、そうすると無理なく口が回るようになってきます。ですから皆さんお持ちの問題集にくっついてる CD、 もしくはダウンロードできる音源、それの速度が変えれるかどうかなんですね。で、できれば 0.1 刻みの方が安心です。例えば 0.5 から 0.75 に変わると随分違いますからね。もしくは1から 1.25 とかですね。それはかなり厳しいかと思いますので、できれば 0.1 刻みがよろしいかと思います。で、皆さん、そういう問題集がちょっと周りにございませんという方は、あくまでも参考程度ではございますが、TOEIC の公式問題集でもよろしいかと思います。これは 0.5 倍から始めて2倍、そして2倍以上に速度を上げることができますからね。で、皆さん、ちょっとこっち戻しますね。 0.5 倍速から始めて 0.6、0.7、0.8、0.9 で徐々にやっていくとですね、同じ英文を100回ぐらい読むのはもう当たり前だと思ってくださいね。ですから音読してる時間は1日1時間は当然
これが普通だと思っていただけるとよろしいかと思います。まあもちろん最初は慣れないかと思いますので、まあ1日30分でもよろしいですので、徐々に時間を長くしていっていただきたいです。そして喉乾いてきますので、お飲み物も忘れずに。テレさん、0.5 倍から始めてどこまで行けば終わりですか?と言われたら、目標は 1.2 倍速でございます。で、すみません。もし1時間連続で音読して、その目標達成、つまり 1.2 倍速でも口が回る。その状況になったら、今からお伝えする2倍へ移動。一方、皆さん、1時間頑張っても、なかなか 1.2 倍速まで口が回りませんという方は、翌日へ回していただいてもよろしいかと思います。これ皆さん、やってみるとわかりますが、1時間以上ってなかなか厳しいと思いますので、つまり、口が疲れてきますからね。つまり滑舌が悪くなるので1時間でスパッと終わっていただいて OK です。ですから皆さん、ここで未達だった方もですね、まあおそらく2日ぐらい頑張ればこの 1.2 倍速になるかと思います。で、その目標が到達できたら、こちら英文を見ずに音読、これがいわゆるシャドーイングでございます。ですから皆さん、またイメージしていただきたいのは、この CD がこう流れてくると、音源聞いてます。で、それに合わせて I'd love to go to your birthday party みたいな感じで、これでございます。やっぱり 0.5 倍から始めて、何回も音読して徐々に速度を上げていく。そして同じ英文を100回ぐらい、つまりオーバーラッピングで100回、シャドーイングで100回、つまり合計200回ぐらいは同じ英文を読むのは当たり前。そして1時間連続で音読をして、で、このシャドーイングの目標は 1.0 倍速でバッチリです。で、皆さん、その目標が1時間で達成できたら、別のスクリプトへ行っていただけると OK です。で、皆さん、これで 1.0 倍でシャドーイングができるまで頑張ると。で、もちろんこのシャドーイングも2日3日かかっても大丈夫ですからね。妥協することなくしっかり音読ができるっていうのが最優先です。ここで自分に嘘はつかないでくださいね。ということで皆さん、スクリーンショットをお願いします。すみません、注意点でございます。まずは、1。試験当日に余裕を持って解ける。もしくは、聞き取れるようにするには、やはり負荷をかけた準備が必要です。普段楽ちんなことをして、試験当日楽ちんに解けるってことはないですからね。普段しんどいことしてるから、試験当日楽ちん。そういうものだと思っていただけると嬉しいかと思います。そして、2番。成果が出るまでにかかる時間。どれぐらいあったら成果が出ますか?先ほどからお伝えしておりますが、まずは1日1時間。で、早ければ2ヶ月。遅くても半年ぐらいかければですね、なんとかなるかと思います。まあ私は6ヶ月かかりました。ですから1日30分で大丈夫ですか?という方はここが倍になりますからね。ですから特に英語が苦手な方は1日30分だと1年かかると思ってくださいね。田辺さん、この音読を続ければですね、耳が鍛えられるだけじゃなく、長文読解、読むスピード、リーディングにも影響を及ぼしますので、長文を読むのが早くなりますからね。つまり知らない間に読むスピードが上がる、速読ができている、そういう状況になる可能性が極めて高いですので、頑張っていただきたいと思います。そして3、オーバーラッピング 1.2 倍。シャドーイング 1.0 倍。これで音読できるようになった後は、その英語をただ聞いてるだけ、もしくは聞き流すだけであれば、どうせ聞くなら 1.5 倍速で聞いてみてください。これも最初はこんな早いの聞き取れねえと思ってるかもしれませんが、 1.2 倍をオーバーラッピングできるということは、ちょっとずつ速度を上げて 1.3、1.4 で 1.5 倍速で聞き取れるようになりますからね。ですから声を出すことができない状況であれば、そして何もせずに時間を過ごすくらいなら 1.5 倍速で聞く練習頑張っていただけると嬉しいかと思います。そしてひとまずこのあたりで終わるんですが、もし皆さんこの後質問相談そういうのがありましたら、コメント欄に投げていただけると嬉しいかと思います。ひょっとしたら皆さんの悩みを他の方が解決してくれる、そういうことも考えられますからね。ちょっとこれはダメだと言った時には動画の続編も検討したいと思います。ということで、スクリーンショットをする方はどうぞということで、参考になさってください。